最近のおすすめのドラマってどうなんですか？大阪さん的には誰かいますか？まあ、ちょっと柴田君も言ってみますか。俺なんかあんまりよく知らないから。柴田、どう？はい、そうですね。でも、なかなかやっぱこっち来ると、なんですかね。20代の、言ったら、ドラマーって、やっぱ世界にたくさん素晴らしいドラマいると思うんですけど、生で聞くチャンスあんまりないじゃないですか。若いとね。難しいですよね。だから、生音どんな音してるのかっていうのはちょっと予想にな、それこそ YouTube とかではやっぱその辺、ね、掴みにくいっていうか、でもやっぱたくさんいますよね。すごいなんていうか、まあでも、一番、その、ジミー・マクブライドっているんですけど、うん、白人のドラマーで、うん。は、まあ僕な、ボディに、来た時に見に行ったんですけど、めちゃくちゃ背低いし、そんなめちゃくちゃ背低いわけじゃないけど、ひょろひょろなんですよ。もうガリガリぐらい。やけど、凄まじい生音してて、バッコンバッコン言ってて、うん、やっぱ、技術なんやなって。あれはちょっとびっくりしましたね。2マスぐらい。はい。なんていうんですか。デブ音とか言うじゃないですか。なんか、音圧がなんかファットな感じ。なんか結構そういう音してて。誰のバンドでやる？いや、結構たくさんいろいろ分かってやってるんですけど、誰でしょうね、パッボディに誰と？あ、その時は誰だったかな？あー、ちょっと、どう忘れた。確かに覚えてない。もうそこで衝撃受けまくったよな。衝撃。いや、結構 YouTube とかでは見てたんですよ。しかもその、ニューヨークにいる、まあ、僕と同年代の、ミュージシャンから結構名前聞いてたんで。まあなんか、たくさん、素晴らしいドラマ、いますけど、まあ意外っていう意味で衝撃的。まあっていうか結構黒人ドラマ全盛の時代じゃないですか、今。それこそゴスペル、チョップスとかで。で、なんか僕的にビル・スチュワート以降、その、衝撃的な白人ドラマっていうのは、まあまああんまりここでね、人種を分けるのも良くないかもしれないんですけど、まああんまりそのビル・スチュワート以降、その衝撃的なドラマが僕の中ではあんまりいなくて、そういう意味では、その、まあ、ジミー・マクブライドはすごいなと思いました。うん、若手か。ジャスティン・ホフナーとかってもうそれやったらだいぶ上なの、そっちの方は。いや、でもやっぱ、まだ、いくらい ?30 前半ぐらいじゃないですか。ブラウンフォードのところ。そうです、そうです。あれはビビったけどね。いや、あれビビるでしょ。獣っすよ、獣。ビーストだよね。ビースト。叩き方がね、もうなんかこう、すごいですよ。目つきがすごいというか。なんか、あれ、ツアー回ってきたときに、やっぱりちょっと、トゥーマッチな感じでドラムが。だけど、なんかそういう話を、誰か聞いたかな、なんかその話、まえちゃんとか確かその時に、トライやったの。それやったらね、なんか話してて。ああ、はいはいはい。そうそうそう。で、なんかドラムがね、なんかトゥーマッチかなって思ってたら、なんかやっぱり、ブランフォードは、なんか、音量下げんくていいって言ってたらしくて。ああ。でも、ツアー、がっつり回ってきた頃には、もうめっちゃ、音圧そのままでめちゃくちゃマイルドになってて、めっちゃ良くなってた。へぇー。下手に音量落とさせないとこがめちゃくちゃすごいなっていうか、こう、ドラムってすぐうるさいうるさいって言われるじゃないですか。で向こうは全然なんかあんまり言わないですよね。なんか音量、アメリカでも僕何回か、その、ワークショップとかで行って、叩かしてもらったけど、音量でかいとかってあんまり言われたことない。もっともっと。ピアノも、ウッドベースも普通に雨音がでかいっていうのも大きいと思います。ね。はい。そういうのって大阪さん言われます？なんかその、海外に行った時とか。日本でやってて、ウィントンが遊びに来て、ウィントン遊びに来たんだよ。うん。
どうぞどうぞ一曲やってくださいみたいな感じで、やって、うん、でパッと入って、パッと立て替えた、始めた瞬間に、うるさい。あ、うるさい言うんや、やっぱり。立て替えた感じ、パッと後ろ見て、怖い。で、終わった後に説教くらい。うるさい言うんや。全然言います。言わない人は言わないけど、言いたい。ああ、そういうこと。まあ、でも、ジャスティンやっぱタッチ綺麗やから、やっぱ音色がいいと思うんですよ。うん。まあ、確かに。いや、うん、だから、なんか、ジェフ・ティン・ワッツとかも、なんか、やっぱ手数多いじゃないですか。やっぱコンピングしてる時の。ジェフ・ワッツはやっぱりタッチはいいよ。うん。いやし、やっぱ一番あの辺のドラマを見て思うのはなんか、シンバルの音はうるさくないですよ。うん。あの、太鼓でその青って、どこどこ言ってて、そこは結構音圧とか音量出てるんですけど、うん、やっぱシンバル使いが、なんていうんですか、抑制っていうかコントロールされてるから、うん、あんまり、あ、実際うるさくないなっていうのは思いましたね。やっぱうん、生音を見て、うん。そうか。やっぱりでも、ドラムは音量下げろって言われるんですね。僕も奥平慎吾さんと日本で、まあずーっと向こうっときにラブリー来たから見に行って、いっぱい喋っとったら、なんかやっぱこう、ドラムはそうやって言われる楽器だからさって結構言われて。で、慎吾さんも言われるんですかって、いや言われるよ。どうするんですかって言ったら、いや、我慢の限界に来たら泣いてバンドやめればいいんじゃないって言ったから。いや、もう奥平慎吾さんクラスでもこれやったら、もう俺が言われるのしゃあないわな、みたいな。まあ、どうなんだろうね。うん。まあ、ボリューム、まあ。でも、今、ある時期から、ボリュームコントロールも、すごい、みんな、ダイナミックスコントロール下に広がったとは思う。あ90年代。だから 90s はさ、でかいよ。やっぱし。みんな、イケイケだから。で、ミレニマルっていうか、2000年代 ?2000 年代になってから、急にこう、ダイナミックスレンジが下に広がったような気がするよね。うん、やっぱ、ブライアン・ブレードの台頭じゃないですかね。ブライアン・ブレードとかさ、まあ、その前に、クラレンスもいたしな。ああ、はいはいはい。あの辺から急にこう、一旦こうダイナミックスレンジ掘り下げたっていう、うん、いう感じはするけどね。ああ、エルヴィンとかも確かに生で聞いたとき音圧あるけどタッチが綺麗で他の音消さない感じはすごいしましたね。うん、特にシンバルが綺麗だよね。そうですね。シンバルはなんかこう本当撫でるように、ああ、撫でるようにだけど。うん、前、クリニックの通訳やった時に。うん。そこで、フォルテシモについてっていう。バーッと叩いて、半端ない音の大きさに俺もう、横にいて、うわーってもうひっくり返りちゃったもんね。まあ。ポテンシャルすごいですね、だから。いやいやいや、バネというか、バネすごいっすね。うん。しかも遠慮ないし。うん。遠慮ないよね。だからいい意味で。遠慮ないです。遠慮。いい意味で。うん。いい意味で行くときはもうとことん行くし。ああ。もう腰、ドラムソロ腰抜けた覚えありますけどね。なんか、横で聞いてて。わかるわ。うん。なんかあの波に持ってかれんだよね。うん、うん。波ですね、波。うん。大波が来てドバーン、ああ、みたいな。そう。あれはだから同じ楽器とは思えない感じしましたからね。いや、子供の時は分かんなかったのよ、それが。いや、分かんないですよ、あれだって。だって、すごい適当に聞こえますやんで。何うまいの、これ、みたいな。比較的、ほんで、ワンパターンでしょ、音取ったら。あ、そうね。うん。だから音色で変化つけてるけど、パターン自体は結構ワンパターンやから。まあね。ひたすら3連符練習してたみたいな。まあ、音楽的っていうところはすごいです。分かんないでしょうね、あんな最初。うん、分かんない。うん、いや、僕も高校生の時になんかもう周りの影響でジャズ聞けみたいな感じの、時に、ツタヤのジャズコーナーの CD をわさっとこう借りて、
頑張って聞きましたけど、やっぱ最初の1年ぐらいも全然何がいいかわからなくて、泣きそうになってましたもん。うん、なんかすごい劣等感感じてた記憶あります。うん、周りがいい、いいって言ってるもん受け入れないっていうか。うん、特に60年代以降なんかやっぱわかんない。いい意味で。だから、初めに聴くジャズの CD とかってめちゃくちゃ大事やなってやっぱ思いますよね、うん、なんか。なんか、やっぱアートブレイキーとか、クリフォード・ブラウン、マックス・ローチとか、あの辺の、わかりやすく爽快でなんか、ビートもはっきりしてて、っていうのが、やっぱ、僕は進めますね、うん。まあ、そうなるよね。うん。僕はあれやったよ。大阪さんたちが見に行った時に、一緒に組んでたバンドの子が、あれやった。ベニーグリーントリオ、カール・アレ。はい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 。爽快にわかりやすいや、あれ。いやいやいや、もう。だから、これ、だからさっきの話ですよ。うん。クリアさもあるから。うん。ジャズらしさと、うん。正解なクリアさが、ビートもよく、うん。そうっすね。なんか俺、あれのトリオも何回見たかわかんないよ。うん。全然見た。いや、まあでもそうですね。でもまあ、出会いですよね、でも。なんか、突然、開眼しましたよ、僕も。なんか、エルヴィン、ええわ、みたいな。ええわっていうか、もう、わからんぐらいすごいっていうのが、もう絶対到達もできへんやろうし、でも、いいわ、もうめちゃくちゃ響くっていうふうに思うようになった時期が、突然なんか、家にこう、名盤って言われてて、我慢して聞いてたやつが、すべてが本当によく聞こえて、振り出しては、もう、うなった時期が、急に、だから、許容量で急に理解するっていうのありますよね。うん。いや、僕だって、だから、エルヴィンずーっとわかんなくてわかんなくて、それこそバークリーに行った後に、うん。ほら、マッコイの、はい。シャンダンスとかが、まあ、はいはい、とかやったこともあったし、知ってたけど、うん。ある時パッと聞いたら、エルヴィンがかっこよすぎて。そうなんですよね。よかったのみたいな。何を。何だったっけみたいな。ありますよね。うん、それまで、わかんなかった。ある時に突然、こんなかっこよかったみたいな。まあだからそういうのってワインでもあるっていうじゃないですか。なんかこう、もう、語り出したら多分1時間ぐらいになると思うけど。ワインもやっぱり、あれなんですよ。最初から分かったもんなんですか？ああいうの。わかりませんよ、そんなの。全然わかんない。ただ、たまたま学生の頃、だバクリの頃、うん、フランスに1ヶ月ぐらいツアーで行ってて、ミネラルウォーターより安いワインの。ああ、そうですね。ミネラルの方が高いんですもんね。ミネラルウォーターより安いワイン飲んで、別にそれでうまいうまいって言ったんだけど。うん、うん。まあ、これも同じだね。どっちかっていうと、なんかさ、そういうのを教えたがりの人って現れるんじゃないですか。ああ、そうなんだよ。で、ある時、そう、思い出した。くそと思った経験があるの、これも。ねえ。ドキさんと、ドキヒデミさんと、僕にツアー行った時に、多感屋の親父がいたのね。多感業ね。壁塗りね。うん、うん。壁塗りの親父と、打ち上げの時に飲んでて、あ、ワイン欲しいですね、とか言って、ワインくださいとか言って。で、俺がさ、その当時流行ってたの、チリワイン。チリワイン、うんうん。何もわかんないよ、チリワイン。ああ、うまいうまいとか飲んで。だから、酒屋の親父が、僕はね、こんなまずいワインを飲むんだよ。一ヶ月に一回、シャトーラトゥール一本飲む。言うて。おー。シャトーラトゥール、知らない。ああ。何ですかって言ったら、その当時で多分、その当時1本2万円くらいだったの。この2万円のワインを1ヶ月に1回飲む。で、それを私は毎年 1ケース買う。で、だから20、まあ30万弱になって、それを1ヶ月に1回する。それが私にとってのワインだ、みたいなこと言うからさ。こいつすかしたこと言ってやがんなとか思ったけど、なんとなく、それを知らないし、うんうんうん、なんだか悔しい思いをしたわけ。ははは、うん、これは分からなきゃいけないんじゃないか。ははは、で、早速、次になんか、
アレンジの仕事を頼まれたときに、ギャラはラトゥールでっつって。ギャラでこったよ。もらってるギャラを。で、飲んでみたんですよ。うん、まあまあ、でも、それは、もちろんうまいんだけど、やっぱわかんないって言われて、うまさの段階があるわけじゃん。だから、我々にしてみればさ、なんだろう、中学生の吹奏楽の人がさ、高校生の吹奏楽バンド見て、うん、上手だなと思うよ。で、その時の人生が、ね、さっきのエルヴィンみたいな、なんだかよくわかんない、うん。同じで、やっぱわかんないんだよ。チリワインよりはうまいけど、そんなうまいのみたいな。ああ。まあ確かに、値段差考えたらね、10倍ぐらいしますからね。10倍ぐらいする。ポ、うん、ワーンとするだけじゃんみたいな。わかるけど、うん、でもそれからいろいろ勉強するよ。やっぱりこう、悔しい思いだったんですね。なんでもそうだね。まあ僕もそうですけどね、なんかこう、ジャズわかんないの悔しいみたいなのありましたからね。だから、さっきの柴田くんもそうですよ。なんとなくこれ、わかんなくて、って。当時やっぱりその、僕は紅葉音楽学院っていうところに通ってて、その、まあ広瀬美樹、黒田拓也とか、江南勢って、その当時関西に住んでて、もうすでに、要は地元じゃ頭角表し始めてたんですよ。だからその辺の影響とかもやっぱあって、やっぱすごい僕は彼らに対してコンプレックスは感じてた時期がありました。一緒にやるようになって、それはさすがになくなりました。自分のわからない音楽やってるみたいなとか。そうね。だからさ、よくほら、まあまあまあ、これ誤解を招くかもしれないけど、ほら、ジャズは敷居が高いと思ってるでしょ。うん。ありません。地球が低いんですって言うけど、どうかなと思う。いや、あれは実際怪しいですね。確かに。だって地球がやっぱ高いもん。じゃあやっぱり誰もが聞いて、お、グルーブしてるね、なんて、スイングしてるって音楽じゃないじゃん。うん、そうね。わかりにくいですよね。自分たちがそうでしたかね、入り口が。自分たちがなんじゃこりゃと思って、だってコーヒーだって同じじゃん。ああ、いやいや。最初はさ、だから甘々のコーヒーを飲んで、ね、コーヒー飲んで美味しいって言った。だからまあ、ジャズもその距離はあるよ。いや、しゃあないですよね。やってる本人たちでこんだけ隔たりあるのに。そうそうそう。リスナーだけで、そのエルヴィンの何を分かれって言うねんって話ですもんね。まあでもなんか、もし希望があるとすれば、やっぱ、どうしても僕らプロミュージシャンをコロコロ出してたと思うんで、やっぱ分析しちゃうじゃないですか。だからすごいミクロな視点になってしまって、要はエルヴィンが何やってるか、まあ僕ももちろんその道は通ったんですけど、ミクロな視点になってしまって、何をやってるかわからないから、難しい拒絶みたいな感じになってしまいがちやと思いますよ。その分、もしかしたらリスナーの人は音楽を音楽として捉えてるんで、エネルギーがあれば、スッと入る人は、まあ、だからといって、僕も音楽にはもういろいろあると思うんで、ジャズっていうのは敷居高いっていうのは、まあ、確かにそれは、それはそうやと思います。うん、でも、俺いつもこの話するんだけど、はい。2000年の時の、東京ジャズに、ウェイン・ショーター・カルテットが来たんだよね。はい。スタジアム。味の素スタジアム。うん。で、野外とかすげえ暑い。で、まあ、ショーターバンドあの通りだ。今日、見てて、すっごい良かったわけ。うん。1時間のステージだったんで、1時間ぐらいのステージだったんで、すっごい良くて、なんか、あったかすぎたな。俺はほら、まあ、そうだった。うん。やったなと思ったの。後ろに、若い、ほんと若いカップルがいて、その二人が、見合って、なんだ、全然わかんなかったけど、すごかったね。それがいいっていうかね。うん、そうっすね。うん。だよな、やっぱり本当にすごいものっていうのは、うん。ビヨンド・ザ・バリア。いや、まあ、あそこまで行くとちょっとね、伝わるとこありますよね。
だけど、もっと、すげえ笑ったのが、ある科学番組見てたら、科学番組にショーターが出てきた。で、その、まあ、有名なニールっていう、アメリカの黒人サイエンティストがいるんだけど、そのニールがさ、ショーターさんはなんか、ソプラノサックスを通じて、宇宙と交信できるそうですね、って言って。そしたら、ああ、みたいな感じで。フォトンって光のね、なんか、物質、フォトンがこう、舞ってる感じをサックスで表現するとどうなりますか、うん、これ YouTube にあるから見てほしい。ショーターが加えて、これで終わりなわけ。黒人のコメディアンが、だからジャズみんな嫌いなんだよ。向こうでもそんなネタにされるんですね。ジャズ、ファン、カモンメンとか言われて。カモンウェイメンとか言われて。いや、それめっちゃ見たいっす。探そう。これめっちゃおもろい。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。